チャオ、あっちゃんです。今日、3月の9日、あっちゃん家の朝ごはん。もうね、量は早起きてきて、さっき食べたんね。同じもんやね、作るんだけども、卵焼きの目玉焼きのつけつけ、量はちょっと固いメニューやくんだけどね。今氷川が起きてたから、あっちゃん一緒に食べます。はい、では作っていきましょう。はい、ここにね、今日はちょっと寒いからね、オリーブオイルが固まってんね、ゼリーになってんね。でもあっちゃんはね、お尻がポカポカやね。ストーブにお尻温めてて、だからお尻はポカポカやね。なんだろ、これお尻を冷やしてダメなの。水を入れて、で、蓋、蓋買ってよかったわ。ちっちゃいフライパンの蓋買ってん。お鍋までいけんねん、これ。ぴったり。なんやんだな、鍋の蓋とかって邪魔になるし、鍋に蓋あるし、フライパンに蓋あるし、で、ちっちゃいやつやったら大きいやつ大きすぎるし、って思ってね。で、まあ、大きいやつはどうしても、あの餃子とか蒸すのに買ったんやけど、ちっちゃいやつもういいかもってかまへんねんけど。何枚やったかな、これ700円かぐらいやったと思うんだけどね。こういうしょうもないもん悩んでまうねん。で、2000円ぐらいしてもフライパン使えると思ったら買うんやけど、なんかこういうのってサブキャラやんって思ったけど、サブキャラじゃない、すんごいいい働きしてくれんの、ごめんなさい鍋豚さんって思った、あなたのことをバカにしてました。見たらんだかな、蒸し焼きにならへん。難しいね、目玉焼きのあれは、焼き加減は。耳をカリッと焼くの。もういいかな、もうカリッとしてきた。これはね、お皿に当てるだけになってる。最近は失敗するの。あとね、マヨとか塩とかはね、こうやってあの好きにつけて食べましょう。はい、できました。目玉焼きとパン、マヨかけてんけど、これに醤油かけます。醤油、今日はね、なんか卵焼きに醤油な気分。オリーブオイル、目玉焼きにオリーブオイルもいいけど、そこで僕オリーブオイル、はい、醤油とマヨの卵、目玉焼きで、今日は定番、トマトジュース。ちょっとね、日陰に飲まれて減ってんの。で、冷たいコーヒー、ピスタチオのコーヒー。では、いただきます。
美味しい。では、パンをね、ちょっと焼いてやるね。ほんのりね。カリッとサクッとじゃない。ほんのり焼いて。これね。小麦粉が美味しい。で、パンにつけて。あ、ほんとじゃいいね。おいしい。基本卵焼き塩やねんけどね、今日は醤油な気分やって。昨日はね、燃え尽きてよく寝たよ。よく寝たけどね、7時何分に目覚めた。満腹見てね。なんか面白いね。なんか満腹の昨日も言ったかな、セラさんが好きや。最初セラさん嫌いやってんけど、いいキャラクターしてるわ。こう小ずるいとこあんねんけど、すごい親身になるとこ、面白いなと思った。ええパートだよ。ああいうぐいぐい行く人はって苦手やねんけど、ほんまにね、ライブはね、完全燃焼したまあ、すっきりしたけど、すっきりは疲れたけど、朝すっきり起きられた。なんかすっきりしてる。ほんまに視聴者さんみんなに感謝やなって。なんで今まであんな、こう、独りよがりでやってきたんかなって、今頃になって反省。人生反省の、繰り返しやな、じゃあ将来的にね、底辺の時から知ってるけど、ほんまに1桁の時から2桁の時から3桁4桁の時から知ってんねんって、この頃から見てんね、応援してんねんって言ってもらえて、一緒にね、あっちゃんの激動期を歩んでくれた人が、あっちゃん応援してよかったよって言ってもらえるような、ね、配信者になりたいなと思ってんね。じゃあね、昔ね、車屋してた時はそうやってんけど、あっちゃん子供の頃からお父ちゃんのお客さんだった。あっちゃんのおむつ替えたってんのとか、あっちゃんおっちゃんおんぶしてな、でどっか連れ立ったん覚えとるかとか言おっちゃんがおね、もうあっちゃんが、社長やってた頃にあっちゃんも大きかったの、育ったのって、もう鼻垂らしておむつしてよっちよっちほうとった時から知っとるわ。いや嘘すげえよ、ほんまかよみたいな。いえ、ちょっと待って、パンの粉をついてる、これパンの粉がおかしい、パンの粉ついてるから
パンとかにするから、これゴミ箱。この箱に。ブランケット取られた、寒い。ないでね。一応昔工場と工場に事務所なかったね。自宅年に2回お金を、ね、集金行ったり持ってきてくれたりやって、その時はお母ちゃんが自宅で事務して、お父ちゃん工場行って、で離れそんな、2軒ぐらいしか離れてへんだから工場と。その時よお客様うち来て、あっちゃんちっちゃい時こたつに潜ってね、首だけ出してテレビ撮って、みんなやっぱ言うね、いまだに言われんね、あっちゃんまだこたつから首出してテレビ見とるかって言ってね、あっちゃんちっちゃい時見てくれとる人が応援してくれててね、それと一緒であっちゃんがまだまだね何をやっていいんかわからんし、あがいてるところ騒いでる一緒に泣いて一緒に騒いでしとった頃から見てくれた人、今もそうやけどそっから見てくれてる人、まだねその都度その都度見てくれる人が増えてきて、応援してくれる人が増えてきて、あっちゃん応援してよかったなって言ってもらえたらいいなと思って、あもう昨日ライブでいろいろね、あっちゃんは一回りも二回りもね、二回りじゃん、一皮も二皮もめくれた気がする。あんまりみんなにありがとうやを来てくれた人、ありがとうございました。風邪もね、マシになった、治った。いや、わからへん。でも昨日ほどぼーっとはしてない。でも。いつもぼーっとしてる、やかましい。あ、昨日コメントくれとったね、トマトジュースに最初に入れた液体何、あれリンゴ酢です。リンゴ酢って言うてもね、黒酢でも、黒酢の方がいいらしいんだけど、酢普通にもう穀物でも米酢でも何でもいいね、もちろんワインビネガーでもいいし、酢をね大さじ1ぐらい、大さじ1から2ぐらい好みで入れて、でトマトジュース入れんね、それでトマトジュースで血液サラサラにしたり、コレステロールとか溶かしたりとか血管を柔らかくする効果があるんだけど、酢入れることでその効果が倍増すんねんね、だから酢トマトジュースこれすごい体にいいんで、よかったらやってみてください。血圧高い人は低くなって、低い人は正常の数値になって、ちょうどね血管の働きを良くするんやって、だから血圧が、低いから飲んだらあかんのか、高いから飲まなあかんのかじゃなく、高くても低くても正常の人も飲んだら血管がいい状態に保たれねって、で引いた、それだけじゃなくね、あちゃんね血圧低くて朝起きられへんかったりするしね、あとやっぱりもうね、うちお母ちゃんが脳出血してるから血管をええ状態に保ってあげやんとね、親一人しかおらへんからね、子供が成長するまでは頑張らなあかんしね、ちょっと体に気をつけようかなと思ってストマトジュース飲んでね、毎日ほんま3回飲むんやって、食前酢食前酒じゃない、食前酢いいらしいよ。今日なんかいつもに増して右目が小さいな、さっきの前食伝酢シュウちゃん酢さあシュ飲みたいよ、食伝酢飲んだ後ご飯美味しいね、こんなゆっくりまったりご飯食べる時ないもんね、食伝酢飲んだら食中酒飲みたいですね。コーヒー美味しいわ、ボスのピスタチオラテやけどね、また買ってきやな、はい、ということで今日、3月9日土曜日、あっちゃんの朝は始まりました、はい、ということでね、ちょっとね朝からのね再生数が、まあ、土曜日やからかな、朝ごはん、まあ、昨日でもあれか、朝一謝罪動画あげたからかな、けども今日はねまあ800、900
通常通りかね。はい、今日は午前中動画ないからね、そんな再生回はいいわ、なんかなんかいいわよとだかんねんけど、今日ちょっとね、多分今日お休み進行になってゆっくりまったりになるかもわからへん、だからやるけども、もうみんなに喜んでもらえるコンテンツを作って頑張っていきますわ。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんの朝ごはん、卵つけつけトースト、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。今通ったミニクーパーのでね、オールドミニのでね。ではまたね、バイバイ。